皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート63をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、故障だね。今うちに、1本のデジカムのテープがあります。変なものが映っている、というわけではありませんが、撮影中が変だったことは確かです。いいよね、今は大丈夫だよね。車の中で王くんが話すところから映像はスタートします。今はちゃんと動いてるね。じゃあさっきのは何だったんだろう。僕らはある年の春、男3人で四国88箇所巡りに行きました。お寺を順番に回っていくというあれです。各寺ごとの映像を記録し、数日間でどれだけ回れるか挑戦してみよう、という旅行でした。それなりに順調に回ってはいたのですが、やはり日数が限られていたし、簡易式の撮影用照明も持ってきていたため、どうせなら暗くなってからもできるだけ回ってやろう、ということになりました。そして2日目の夜、炎上寺金剛院というお寺の境内で、撮影担当のゆうくんが新しいテープを装填し、撮影を始めた時のことでした。王くんが境内の前に立ち、寺の説明を始めようとしたところで急にカメラから、ピッ、ピピピとあまり聞き慣れない音が聞こえ、全く動かなくなってしまいました。時間が時間、場所も場所ですから、3人ともあまりいい気分ではなかったのですが、なんとなくお化けだなんだということを口にするのが嫌で、故障かな。故障だよね。と口々につぶやきながら、とりあえず一旦止めてある車に戻って、カメラの確認をしてみることにしました。車に乗り込んでもう一度カメラの電源を入れると、今度はすんなり動き出しました。そこで、ゆうくんがさっきの映像を確認しようと、しばらくカメラをいじっていたのですが、ぽつりと、おかしいなぁ。なんも映ってないわ、3人とも、暗闇の中に光る撮影中の赤ランプは確認していますし、撮影を始めてしばらくは、確かにカメラは動いていたはずなのですが、何も記録されていませんでした。故障だね。うん、故障だね。例の一言だけはどうしても言ってはいけないような気がしていました。きっと他の2人も同じ気持ちだったと思います。次に車中でカメラテストを行ってみると、今度は半ば青白い顔をした王くんが、いいよね、今は大丈夫だよね、と話すのを撮影することができました。やっぱ故障だったね。そうだね、故障だね。なぜか妙にみんなで故障という言葉を強調しつつ、今度は境内ではなく、寺の入り口で撮影しよう、ということになりました。入り口からなら車も見えますし、何より真っ暗な境内へもう一度入る気になれませんでした。門の前に王くんが立ち、改めて撮影スタート、と思った矢先でした。あ、と。突然目の前が真っ暗になりました。一瞬のパニックの後、何が起こったか理解しました。
オープンを照らしていた撮影用照明の電源が、急に落ちたんです。しばらくの沈黙の後、バッテリーかな？切れたかな？オープンが明らかに震えた声で言うと、私も、そうだね、バッテリーだね。今交換するわ。と、同じく震える声で答えつつ、手探りでカバンから予備バッテリーを取り出し、改めて照明のスイッチを入れると、今度は消えることなくついてくれました。そうしてなんとか撮影を終え、逃げるように車に戻り、そのまま発進させました。だんだんと寺を離れ、道が明るくなってくると、やっと緊張から解放され、会話も穏やかになっていました。しかしここでまた妙なことが起こりました。春先の夜はまだ寒く、車のエアコンは暖房にしていたのですが、なぜか冷風しか出なくなってしまったのです。故障だね。そうだね。もはやそう言い続けるしかありませんでした。やっとのことで宿に戻り、気が進まないながらも、さっきの映像を確認してみました。確かに王君が映っています。こちらを向いて、身振り手振りを入れながら何かを説明しています。しかし、聞き取れません。音声がほとんど入っておらず、たまにざっとかじっとかいう妙な雑音が入る程度です。そして映像の方も、デジカム特有のブロックノイズが大量に乗り、とても見れたものではありませんでした。ああ、もう絶対故障だよ。こりゃ明日からは写真だけになっちゃうな。じゃ、もう遅いから寝よう。無理やり出した大声で促す王君に従い、その日はそのまま寝ることにしました。そして翌日、予想通り、カメラはすっかり直っていました。全員が心の中でやっぱりなとつぶやいたはずです。そのまま数日の工程を終え、すべてとはいかないまでもかなりの数のお寺を回って、我々は無事帰宅することができました。それから数ヶ月が経ち、久しぶりに会ったゆうくんと、この時の話になりました。さすがに時間も経っていたので、笑い話として話していたのですが、途中からゆうくんが急に神妙な顔つきになり、実はさ、あん時のことで謝らなきゃいけないことがあるんだ。と切り出してきました。何のことかわからず、私が聞いていると、あん時さ、カメラ止まったじゃん。それでおかしいな。てんで、車戻って確認したでしょ。何にも映ってなかったんだよね。それがさ、ごめん、本当は映ってたんだわ。凍りつく私を前に、ゆうくんは語り出しました。あん時さ、車ん中で確認したら、ちゃんと王が映ってたんだよ。で、なんだ壊れてないじゃん、って言おうとしたんだけど、よく見ると変なもんが映っててさ。何？って、なんだよ。うっそ。どんなの？なんか王の足元にさ、白っぽい手だけが、まとわりつくみたいに動いててさ、カメラのモニターだしぼんやりしてるんだけど、明らかに手なんだよ。でさ、俺、これは絶対やばい、と思ってさ、すぐその場で消去して、何も映ってなかった。
って言っちゃったの。私はただ呆然と聞き入るしかありませんでした。王って特にこういうの気にするしさ。せっかく四国まで行ったのに、なんか雰囲気悪くなるのも嫌だったし、今まで黙ってたんだよ。ごめん。あ、あとこのこと王には黙っとこうな。あいつマジでこういうのダメだから。というわけで、王くんはこのことを知りません。映像を見たのもゆうくんのみで、私に真相を知る方法はないのですが、私の中の怖い話ランキングでは最上位です。長文失礼しました。第2話、キャンプ。去年体験した話なんだが、文章あまり上手くないので見たい人だけ見てくれ。夏休みちょっと前くらいのこと、俺と友人 A、B が夏休み中に N 県の山奥へキャンプへ行こうと計画を話していると、それを聞いていた留学生二人が一緒に連れて行ってほしい。と声をかけてきた。その二人は俺たちとゼミが一緒だったのだが、特に親しく会話したこともなく、仲が良くも悪くもなかったため、なぜ?と、みんな疑問に思ったが、まあ断る理由もないため OK することにした。当日、今までその留学生二人 C、D、とほとんど話をしたことがなかったため、この機会にと話してみると、二人とも少しナルシストっぽいところと自己中なところはあったが、まあ普通なやつだった。少なくともその時の俺はそう感じた。他愛もない話を続けながら電車に揺られ、途中からバスに乗り換えキャンプ場に着いたのだが、時期が時期であったため、家族連れやら俺たちと同じような学生やらでキャンプ場がごった返している。ここでキャンプするのか?なんかゆったりとかのんびりとか全くできなさそうだぞ。俺、そうだな。なんかトイレや流し場なんか、順番待ちの行列になりそうだな。すると、会話に加わらず、地図とにらめっこしていた B がこんなことを言い出した。B、この先に広奥に砂防ダムがあるっぽいんだが、そこが結構開けていてキャンプできそうだぞ。そっち行かね。留学生二人もここまで来てこんな混雑はいやらしく、俺と A も同意見なので迷わず B の意見に賛成した。幸いキャンプ道具やバーベキュー用の道具は持参しているので、何もない場所でも問題なくキャンプはできる。むしろ人工的に作られたキャンプ場より、そっちの方がいいんじゃないかとも思えてくる。俺たちは荷物を持って山道を進んでいったのだが、山道というものを少し甘く見ていた。当初の目的地のキャンプ場に着いたのは昼頃だったのだが、砂防ダムに着く頃には午後3時を過ぎていて、疲れていたが早々にテントの設置と晩飯の準備を始めないといけなかった。俺と A はテントの設置と晩飯用のかまどなどの準備、B と C、D は焚き火拾いにと、二手に分かれて作業をすることにし、俺と A は黙々と作業をし始めた。B と C、D は何往復か焚き火を持ってやってきて、次で最後かな、と考えていたが、いくら待っても三人が戻ってこない。時間は手際が悪かったのと遊びながらだったため、予想以上にかかってしまい、
もう6時を過ぎている。そろそろ暗くなるし早く戻ってきてくれないかな。などと考えていると、林の中から口論のような声が聞こえてくる。俺と A がしばらくそれに耳を傾けていると、B と C、D が口喧嘩をしながら帰ってきた。何か C と留学生二人の間に険悪な雰囲気が漂っている。俺と A は、こんなところまで来て喧嘩をしたくないため、まあまあと三人をなだめ、ひとまず平和に晩飯を済ませ、未だブチブチ文句を言っているし、D をテントに押し込めると、俺と A は B に別のテントの中で事情を聞いてみた。以下は B の語った話。三回目の焚き火拾いをしていると、留学生の片割れの D が川の上流の岩場の先に洞窟を見つけたらしい。三人がその洞窟の中に入っていくと、洞窟というより人工的な洞穴っぽかったらしいが、10メートルほど奥にボロい小さな祠があったらしい。B は何かその祠から嫌な感じがしたため、早急に立ち去りたかったらしいが、留学生二人は大興奮していて、B の静止を一切聞かずに祠の扉を開けてしまった。B、おい、やめろよ。こういう場所は意味があるんだ。余計なことするなよ。C、別にいいだろ。誰も見てないし。D、ビビってるのか。C と D は完全に B をバカにしていたらしい。そして、扉を開けた C が何かを見つけた。それは半透明の茶褐色で、一見すると琥珀っぽい石のようなものだった。B はその石を見た時に、何か言い知れない不安感を感じたらしく、とにかくその石を置いて洞穴から出ていかないといけないと感じたらしい。そして口論となった。B、それはこの祠のものだろ。さっさと元に戻して戻ろう。D、俺たちが見つけたんだから俺たちのものだろ。C、こんなところに不用心にあるんだから捨ててあるのと同じだろ。俺たちがもらっても問題ないはずだ。B、誰のものとかそうじゃなくて、それはそこに安置してあるものなんだから、勝手に持ち出しちゃダメだろ。C、D、誰がそんなこと決めたんだよ。B、祠があるってことは誰かがここを管理してるってことだろ。人のものじゃないか。さっさと戻せよ。C、D、大事なものなら鍵くらいするだろ。ないなら捨ててあるのと同じだ。だから俺たちのものだ。B が何を言っても C、D は言うことを聞かず、最後には顔を真っ赤にして激怒し始め、そのまま口論をしながら戻ってきて今に至るらしい。俺と A が C、D の非常識さに呆れていると、B はこう言い出した。B、実はさ、あの祠の扉、何かお札みたいなのが貼ってあったんだ。C はそのお札を破いて扉を開けていた。あれは絶対何かやばいものだって。B が真顔でそう話すのを聞いてしまったためか。俺は何か不気味な視線がこちらを覗いているような気がしてきて、急に寒気がしてきた。A も同じように感じたらしく押し黙っている。すると、外で C と D が騒ぐ声がする。どうやら二人は俺たちはほっといて外で酒盛りを始めたらしい。俺たち三人はそこに加わる気にもなれず、
留学生二人にもう寝るから、少し離れたところでやってくれ、と伝えると、テントに入って寝ることにした。その時、シート D どちらか知らないが、ぼそっとそいつらの国の言葉で俺たちを馬鹿にするような言葉を吐いたのをよく覚えている。発音のニュアンスと表情でそれがわかった。真夜中、俺は何かの物音で目を覚ました。テント近くの広場を誰かが歩く音がする。はじめは誰かしょんべんでも言ってるのか、と思ったが、何か様子がおかしい。足音は二つのテントを中心に、広場をぐるぐる回っているようで止まる気配がない上に、それどころかどうもだんだんと足音の人数が増えている。シート D が何かしているのかとも思ったが、足音から察するに人数は少なくとも5、6人はいる。それと何かよくわからないが妙な違和感も感じた。俺はただごとではないと思い、横で寝ている A と B を起こすことにした。A と B ははじめ寝ぼけていたが、外の様子がおかしいことに気づくと目が冴えたらしく、聞き耳を立て始めた。しばらく聞き耳を立てていると B、何かおかしくないか。俺、どう考えても今の状況はおかしいだろ。B、いや、そうじゃなくて。A、じゃあなんだよ。そこで俺は違和感の正体に気がついた。俺たちがテントを張っている場所は開けているとはいえ、そこまで広くはない。広さは畳15畳ほどだろうか。その周囲を大回りに歩けば、普通は草の擦れる音や、すぐ横にある川に入って水しぶきを上げる音がしないといけない。でもそんな音は全くしない。ただ地面を歩く音しか聞こえない。A もそれに気づいたらしく、しばらく三人とも沈黙していた。俺、やっぱ原因は B の言ってた石のせいだよな。A? だよな。俺たちは外に出て何が起きているのかを確認する勇気もなく、そのまま寝ることもできずじっしとしていると、どれくらいの時間が経ったかわからないが足音がしなくなった。しばらくの沈黙後、俺が外に出て確認しようかと二人に話している時に、ほにゃららー、と、隣のテントから留学生二人のものすごい悲鳴が聞こえてきた。なんと表現したらいいのか、言葉で表現できない悲鳴だった。俺たちが声に驚いてビクッとなっていると、悲鳴に続いて隣のテントで何かが揉み合うような音と、二人が何か懇願するような声を上げている。俺たちはさすがにまずいと思い、三人で目くばせすると、勇気を振り絞って懐中電灯を片手にテントの外に出た。外の様子を見たとき、そこで絶句して固まってしまった。隣のテントから二人は引きずり出されており、二人は地面に頭を抱えてうずくまり、彼らの国の言葉で何か叫んでいる。異様なのはその周囲で、二人の周囲にはボロボロの服を着た青白い顔の人々が十数人群がり、無言で留学生二人の体に何か黒っぽいものを塗りたくっている。しばらくそのボロボロの服を着た人たちはその行為をし続けていたが、不意にそれをやめると一斉にこちらを振り向いた。その後の記憶は俺たちにはない。気がついたら朝になっていて、
俺と A と B は自分たちのテントに寄りかかるような形で気を失っていた。気を失う前、C と D に群がる人たちの顔を見たはずなのだが、俺たち三人にはどんな顔をしていたのか全く思い出せなかった。留学生二人は生きていたが、その姿は異様だった。体全体に黒い液体を塗りたくられたらしく真っ黒で、塗りたくられていた黒いものはすでに乾いていたが、生臭い匂いがしておりとても近づけないほど臭い。とにかく二人には川で体を洗うように言うと、ガタガタ震えて泣きながら体と服を洗っていた。俺たちはその間にテントを片付け、二人に石はどうなったか、と聞いた。すると C が自分のリュックを指さしたため中を見てみると、タオルに包まれた石が入っていたため、とにかくこれを返しに行き謝罪しようと B が言った。しかし、彼らの反応はひどかった。D、行くならお前たちで行けよ。C、お前たちがここに連れてこなければ、こんなことにはならなかった。お前たちのせいだ。ふざけんな。お前らが B の言うこと聞かずに石を持ってきたからこんなことになったんだろ。俺、そうだ。お前らが原因なんだから。石を返して謝罪するのは当たり前だろ。C と D はなおも食い下がり、かたくなに石を返しに行くのに同行するのを拒否し、顔を真っ赤にして激怒しながら、俺たちに殴りかからんばかりに、お前たちのせいだ、と叫び続けた。するとそれを黙って見ていた B が、もういいよ。なら C と D は勝手にしろよ。俺たちで返しに行くから。呆れたように言うと、一人で石を持って川の上流へ向かったため、俺と A は仕方なく口論をやめて B についていくことにした。C と D はその間に自分たちの荷物をまとめて帰ったらしい。B についてくと同結があった。確かに B の言っていたように何か雰囲気がおかしい。ここだけ空気が違うというか、言葉ではうまく言い表せないがとにかく妙な気配のする同結だった。俺たちは昨晩のこともあったため怖かったが、このままにしておけないため同結の奥に進み石を祠に戻した。祠の近くに破れたお札が落ちていたので、それで効果があるのかはわからなかったが、やらないよりはマシだろうと、持ってきていたガムテープでお札を可能な限り原型に戻るように貼り合わせて、元あった祠の扉に貼り付け、三人で手を合わせて謝罪して帰路に着いた。俺たちには直接的には何もない。夏休みが終わり、9月になって大学へ行くと、留学生二人が B に、お前のせいだ、と殴りかかってきたことと、その他もろもろ間接的にいろいろと事件が起きたが、それはまたの機会に書きます。結論を書くと留学生二人は最終的に学校を辞して退学し帰国した。その後二人がどうなったのかは知らない。一つだけ言えることは、あれだけでは済まなかった、ということ。そして結局祠とその中の石が何だったのかはわからなかった。ちなみに、直接的には何もなかった。間接的にいろいろあった。というのは、実害がなかっただけで、俺と A、B にもその後怪奇現象、というかなんというか、
恐ろしい体験はしました。留学生二人に関しては、また劇でいろいろ聞いているのだけど、それも長いのでまた後日にします。キャンプから戻ってから数週間、その間は特に何もなく、課題をこなしたりレポートをしたり、バイトをしたり遊び回ったりと、平和な日々が続いていた。事件から1ヶ月くらい経った夏休みの終わり頃、ややこしくなるので最初に説明しておくと、俺は学生専用のアパートに住んでいて、A と B も同じアパートの住人。昼過ぎに B と A が俺の部屋を訪れ、ゲームをしたり漫画を読んだりとゴロゴロしていると、下の階の住人、イカ獣が俺の部屋へやってきた。ドアを開けると、獣、何やってるのか知らないけどうるさいんだけど。俺、そんなに大音量でやってるつもりなかったけど、ゲームの音うるさかった。それとも声うるさかった。獣、いや、そうじゃなくて、さっきからお前ら部屋の中、大人数でバタバタ歩き回って何してるんだよ。俺、別にバタバタ歩き回ったりしてないんだが、ずっとゲームやってたし。まあ気になったならすまん、静かにする。それで下の階の住人は帰ったんだが、何か変だな、とは思いながら、A と B には下から苦情が来たので、ちょっと静かにしようと言っておいた。30分くらいするとまた部屋のチャイムが鳴った。出るとまた下の階の住人で、今度はかなり怒っている。獣、お前らいい加減にしろよ。バタバタ歩き回ったりブツブツなんか聞こえてきてうざいんだけど、こっちはレポートまとめてる最中なのに集中できないんだけど。窓閉め切ってかなり静かにしていたのにこう言われて、何か釈然としないが、まあ揉めるのも嫌なので後悔した。俺、そりゃ悪かった。注意してたつもりなんだけどまあいいや、俺たちこれから出かけることにするわ。それなら問題ないだろ。そもそもこのアパートは結構新しく、そんなに音が響くわけないし、最初に注意された時以来、かなり静かにしていたのに理不尽だなと思いながら、A と B に事情を話して出かけようと切り出した。今から考えると、今まで結構騒いでもどこからも苦情がなかったので、この時に変だと気づくべきだったかもしれない。時間は午後2時頃、とりあえずゲーセンとかに行って暇つぶしでもしようということになり、俺たちはアパートを出た。それからゲーセン行ったり買い物したりと時間を潰し、ファミレスで晩飯を食っていると、今度はアパートの管理会社から携帯に電話があった。ふ、〇〇を管理している〇〇不動産のものですが、〇〇〇号室の〇〇、俺、さんでしょうか。俺、そうですけど、何ですか。ふ、実はそちらの部屋がうるさいと苦情がありまして、お伺いしたのですがご不在のようなのでお電話しました。俺、ああ、苦情来たので昼過ぎから出かけていました。以後注意します。またかよ。と思い俺がうんざりしながら答えると、不動産屋が変なことを言い出した。ふ、昼過ぎというといつ頃からですか。俺、確か2時か2時半頃だったと思うんですが、ふ、それは間違いないですか。注意してほしいと苦情の電話があったのは6時過ぎ頃なのですが、
今の時間は午後8時過ぎ。あれから一度も帰っていないのでどうもおかしい。A と B に事情を話し、不動産屋には、今から帰るので部屋の前で待ち合わせすることになった。アパートに着くと不動産屋、30歳くらいの女の人、が待っていて、苦情の電話をしてきたのが、やはり下の階の住人だったのでまずそこへ行くこととなった。出てきた下の階の住人はやはりかなり不機嫌で、話によるとあれからしばらくは静かだったが、5時過ぎ頃から、またうるさくなり注意しても誰も出てこないので、管理会社に電話をしたらしい。俺があの時出かけたまま帰っていないことを話すと、最初は疑っていたが、買い物をした時とファミレスで飯を食った時のレシートの時刻を見せるとさすがに納得した。もしかして空き巣では、さっきまでうるさかったからまだいるかも。マジかよ。まるまる、俺、お前鍵ちゃんとかけたか。俺、ちゃんとかけたけど、お前も見てただろ。つうか俺の部屋入って何盗むんだよわら。B、とりあえず部屋に行ってみて確認すればはっきりするんじゃね。ということで、俺と A、B それと不動産屋と下の階の住人で俺の部屋へ行ってみることとなった。俺の部屋に着くと、予想通り鍵はかかっていた。空き巣が鍵をした可能性もなくはないので、俺が鍵を開け、中の様子を見たが、玄関から見た範囲におかしなところはない。全員で俺の部屋に入り、部屋の中やユニットバスの中なども調べたがやはり何もない。出て行く前に飲んだジュースのペットボトルとかもそのままで、人が入ったような痕跡はまるでない。下の階の住人は何か釈然としない顔をしていたが、人がいた痕跡は全くないのが現実で、どこか他の部屋の音を俺の部屋の音と勘違いしたのでは、などと話していると、玄関横のユニットバスの部屋から、ズズズズズ、ガコ、ガコ、と変な音がかすかに聞こえてきた。俺、何、風呂場からだよな。B、さっき見た時は何もなかったけど。何か臭くないですか。とりあえず中を確認しようと、扉を開けた瞬間異様に生臭いというか、不臭に近い匂いがしてきた。鼻を押さえて中を覗き込むと、バスタブの排水口から黒い液体がゴポゴポと湧き上がっている。匂いの元はそれらしく、排水口の奥から、ガコ、ガコ、と、変な音は相変わらず聞こえてくる。あまりの臭さに顔をしかめながら、窓を全開にして換気扇を回していると、俺はあることに気がついた。この匂いってキャンプの時に C、D が塗られた黒い液体と同じじゃないか。俺、A、B ちょっと。この匂いって。A、ああ、お前もそう思ったか。B、偶然、だよな。そんな話を俺たちがこそこそと話していると。ハンカチで鼻と口を押さえながら不動産屋が、騒音の原因はこれかもしれませんね。明日業者に来てもらうので、俺、さんはこちらでホテルを用意します。そちらで一泊してもらえませんか。
これではここにいるのは無理でしょうし。本来ならこの提案は受けるべきなんだが、俺は臭さと同時にあの時の恐怖が蘇っていたため、とてもこれから一晩一人で過ごす勇気はない。不動産屋には今日はAかBの部屋に泊まるのでそれはいいといい、そそくさと全員を部屋から出し鍵を閉めた。とてもじゃないがあの部屋にこのまま居続けるのは、匂いもあるがそれ以上に、奴ら、が来そうで恐ろしかったから。下の階の住人は、排水管が詰まったか何かして、変な音がしていたのだろうと納得し、俺に誤解をしてすまないと軽く謝罪をすると帰っていき、不動産屋も明日の予定を軽く説明すると帰っていった。残された俺たちはあの時おそらく真っ青な顔をしていたと思う。俺、ただの排水管の詰まりか何かだよな。あれは関係ないよな。俺たち関係ないだろ。石持ち帰ろうとしたのは C と D だし。B? 偶然だろ。ありえねえよ。とにかく三人とも、偶然だ。ということで済ませたかったが、匂いがまさに、そのまま、な上に、変な音というのも気になる。みんな一人で夜を明かすのは恐ろしかったのか。今晩は B の部屋に三人で泊まることにした。それから B の部屋で朝まで起きているつもりだったのだが、何か妙に三人とも眠気があったため、一時過ぎ頃寝ることにした。深夜三時頃俺は B に起こされた。A も起こされたらしく、なんで起こしたのか聞いてみると、B が言うには、窓の外から大勢の話し声が聞こえてきていて、それが徐々に近づいてきているらしい。聞き耳を立ててみると、確かに何か聞こえる。神経質になりすぎじゃないか。誰か外で話してるだけだろ。B、いや。でも、俺、なんだよ。B、ここ3階だぞ。なんで下じゃなくて横から声が聞こえるんだよ。確かに言われてみればそうだ。気のせいなのかもしれないが、何か気味が悪い。ひとまずもう寝ていられないので、電気をつけてゲームの続きでもしようと、A が電気をつけるため天井の方を見た。A がそのまま絶句して硬直している。何事かと俺と B が A の見ている方を見てみると、何十人という青白い顔が、俺たちの方を無表情に凝視していた。体はない、顔だけが天井に何重と張り付いている。うわあ。俺たちはもう恐怖心で強行状態になり、気の幹のまま B の部屋を逃げ出した。俺と A、B は、もう部屋に戻る気にもなれず、明るくなったらすぐ神社かお寺でお祓いをしてもらうことにして、そのまま恐怖心を紛らわすため、カラオケボックスで日が高くなるまで無理にハイテンションになって歌い続けた。午前10時頃、俺たちは携帯で二駅先に神社があることを調べ、そこでお祓いをしてもらうため電車に乗った。俺は電車の中であることに気がついた。俺たちを見ていた顔、普通の人の顔ではなかった。青白いとか死人っぽいとかそういうのではない。おかしかったのはそいつらの目。普通の人の目は大雑把に描くと。だよな。俺たちが見た顔の目は目が縦になっていた。
うまく伝わるだろうか。目が横に水平ではなく、縦に平行になっていた。こんな感じ。要するに人じゃない。後から聞いてみると A と B もそれに気づいていた。神社に着き、神主の人に事情を話すと、かなりうさんくさそうな顔をしていたが、俺たちがあまりにも必死な顔で話すので、一応最後まで真剣に聞いてくれて、お祓いもちゃんとやってくれた。神主の人が言うには、その祠に二度と近づかないなら多分大丈夫だろうとのことで、お祓い後は俺たちに妙なことは起きていない。もう一つ、キャンプの時一斉に振り向いた顔、それも同じ目をしていたことをなぜかお祓い中に不意に思い出した。以上が俺たちの体験。留学生のシート D に関しては、また劇が大部分だが色々あったようで、それは最初に書いたように後日。キャンプから帰った後、シート D に何が起きたのか、二人と交流のあった人たちの話をつなぎ合わせて書きます。ほぼ全部が伝聞なため、どこまで正確かはわからない。あと伝聞ばかりなためオカルトあまり関係ないかも。米印話の展開上、伝聞が多いため、口語調の部分はほとんどありません。少し違和感あるかも。夏休みが終わり大学へ行くと、C、D とそこそこ交流のあった友人が俺たちに話しかけてきて、変なことを言ってきた。C と D がキャンプについて友人に話したらしいが、長いので要約すると。俺と A、B と一緒にキャンプへ行った、そこまでは合っている。問題はそこからで、キャンプ地で洞窟を見つけたのだが、C と D は面白そうなので見てみたいと、行ってみようとしたという。一緒にいた B は暗がりが怖いのか怯えていたが、一人になるのも嫌なようでついてきた。洞窟の奥には小さな建物があり、祠のことだろう。それだけだったので引き返そうとすると B が建物の扉を開けて中の石を持ち出そうとしていた。C と D がそれに気づき、注意したが聞き入れられずそこで喧嘩になった。そこまで聞いて俺は事実と違うと話したが、友人は何か思わせぶりに、まあわかってるから最後まで聞いてくれ、と先を続けた。その夜、石のせいで俺と A と B が幽霊に襲われ、ガタガタ震えながら泣いて謝っているのを見かけたので、C と D は勇気を振り絞って飛び出し、石は返すから、と幽霊を説得し追い払ってあげたらしい。翌朝、C と D が昨夜のことは石のせいなのだから返しに行こうと俺と A と B を誘ったが、恐ろしくて行けないということで、代わりに C と D が返しに行ってそのまま帰った。俺はあまりのバカバカしさに怒りすら湧いてこなかった。なんであの晩のことが C と D の武勇伝みたいになってるのかと。俺は友人に、話の内容が大きく改変されていること、大筋で俺と A、B の位置が C、D と入れ替わっており、しかもところどころに妙な脚色まであることや、俺たちが二人の巻き添えで夏休み中ひどい目に遭ったことを伝えると、友人は、だろうなわら、と。すべてわかっていたかのように笑いかけてきた。ちなみにその友人は、自分も妙な現象を見るまで幽霊の話はネタだろうと思っ
ていたとか。友人が言うには、キャンプから戻ってから数日後、シート D の姿を見かけると、後ろに黒いもやのようなものが見えたり、C、D と一緒にいるとブツブツと囁き声のようなものを聞いたりと、怪現象が続いたので、おそらく原因を作ったのはシート D だろうと直感的に感じていたらしい。さらにこの直感に追い打ちをかけたのが、話を聞いてから2週間後くらいから、シート D は C の部屋、親が金持ちらしく、そこそこ立派なマンションに住んでいた、にこもるようになり、金を下ろすのと、飯を買いに1階のコンビニへ出かけるとき以外、ほとんど外に出歩かなくなってしまった。そのため友人は、やはり原因を作ったのはこの二人だったか、と妙に納得したとか。友人はこれ以上は詳しく知らないらしく、その後二人と会っていない、というか電話をしても外に出ようとせず、友人に会おうともしない上に、こもっている事情も一切話さないため、今どうしているのかは知らないという。この話を聞いた後、夕方近くに B から携帯に電話があった。B が言うには、シート D がキャンプでの話を改変してあちこちに言い回っていたため、B や俺たちは霊現象を別にしてもヘタレのレッテルを貼られてしまっていて、誤解を解かないとまずいようだ。A にも連絡を取り、なんとか誤解を解く方法はないかと話し合ったが、結局いい案は浮かばず、一人一人誤解を解くしかないという結論になった。この後、実はある出来事をきっかけに誤解はある程度解けたのだが、それは省きます。大雑把に書くと、シート D がゼミの教授に泣きついてきたのだが、その時話した内容がそれまでの武勇伝わら、と違っていたため、それをきっかけに二人の嘘はバレた。この一件があるまで、俺と A、B は、シート D も俺たちがお祓いした神社へ連れて行くつもりだった。しかし、ひどいようだが、あれだけ怖い思いをした挙句に、こんなデマを流されたので、もはやその気はなく、俺は A、B 二人と話し合って留学生二人を放置することにした。大学が始まってから2週間後、ようやくシート D が大学に現れた。俺たちはもう二人に関わる気がなかったので、二人を無視していたんだが、A と B が学食で飯を食っていると、シート D が現れて因縁をつけてきたらしい。俺はその時別の友達と大学の外で飯を食っていたので難を逃れた。以下二人の話。A と B が他の友達数人と飯を食っていると、C と D が同じ留学生仲間何人かと、二人と仲のいい日本人何人かを連れて二人のところにやってきて、お前らのせいでひどい目に遭っている、と、大声でわめき散らしてきたらしい、留学生二人の話を要約すると、あれから毎晩のように無言電話がかかってきたり、水道の蛇口から霊の臭い液体が流れ出したり、夜中に窓を外からバンバンと激しく叩く音が聞こえてきたり、駅のホームで電車を待っていると、後ろから突き飛ばされてホームに落ちそうになったり、青白い顔の霊の連中に後をつけ回されたりと、かなり色々起きているらしい。しかも最近はその頻度が多くなってきていて、
あまり外に出る気も起きないとか。ひとしきり話すと、Cが Bの胸ぐらをつかみ、お前のせいだ、お前が原因だ、と殴りかかってきた。それを見ていた A や友人たちが C を取り押さえたのだが、しばらくわめいていた C と、A たちを引き剥がそうとしていた D は、窓の外を凝視して動かなくなり、しばらくすると、ああああああ、と絶叫しながら逃げていった。C と D は何かを見たらしいのだが、A や B とその友人たち、それと C と D の仲間には何も見えなかったらしく、しばらく C と D が逃げていった先を呆然と見ていたが、二人が逃げていってしまったためどうすることもできず、C と D の仲間もそのまま帰っていった。俺は A と B からその話を聞いて、夏休み中のこともあって怖かったが、まあ自業自得だろうとしか思わなかった。ちなみに、C を引き剥がそうとしていた A によると、かすかにではあるが C から例の、生臭いというか腐臭というか、あの匂い、がしていたらしく、多分またどこかで塗りたくられたのではないかとも言っていた。それからしばらく、C と D はゼミが同じなので、何度か顔は合わせたが、お互い会話することもなく、学食での一件のように因縁をつけられることもなかったが、二人は会うたびに俺たちを睨みつけていた。そんなことがしばらく続いたある日事件が起きた。どうも二人が失踪してしまい、5日ほど全く連絡がつかないらしい。それからさらに3日後、二人は民家の庭で泥だらけで震えているところを警察に保護されたとか、泥だらけと聞いたが、俺たちはおそらくまたあの液体を塗られたのだろうと思った。ちなみに、失踪前にある出来事があったため、俺たちは何か大きな事件が起きることが想像できていた。それは何かというと、二人が失踪する前日、俺たちが大学の帰り道で C と D を見かけたのだが、二人の後ろを、10人ほどの集団がついていっているように見えた。なんとなくその後ろ姿を見ていると、その集団のうち一人がこちらを振り向いた。その時、俺と A、B は硬直した。格好は普通のサラリーマン風だったのだが、そいつの顔についている目は、俺たちが夏休み中に見た。あの目、だった。一瞬だったが間違いない。外が明るかったのではっきりと見てしまい、非常に気持ち悪かった。C と D が、なぜ数日間失踪したのか、その間何をしていたのか、そのあたりはわからない。その事件の後、二人はしばらく入院していたが、親が二人を連れて帰国し、そのまま大学を自主退学したらしい。彼ら二人の身に何が起きているのか、今後何が起きるのか、それは考えたくもない。どちらにしろ、ろくなことにはならないだろう。最後に試験だが、一連の事件では、必ず生臭いというか、腐臭のする黒い液体が関わっている。もしかすると、あの液体が、気持ち悪い目の集団、が、標的を追跡する目標になっているのではないか、と思った。かなり長い話になってしまいましたが、これで俺の体験は全て終わりです。お祓い行こう。
俺たちには何も起きていないため、もう大丈夫だと思います。長々とお付き合いありがとうございました。本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。